はい、皆さんこんにちは、吉田美雅です。今日はですね、こちらですね、暑い夏にぴったり、ババン、シャツクールの大容量でございます。280ミリ。普通のシャツクールは、こちらですね。100ミリ。それの約3倍ですね。2.8 倍ですね。280ミリなんで。はい、これをアマゾンで購入いたしました。1本がいくらでしょうか。実は880円でございました。そんなにするものを買うかっていう感じですけど、実はこれを私10本、もう結論に先言っちゃうんですけど、10本買いました。持てないね、もうね。よいしょ。ですね。よいしょ。残りはですね。別のところにあります。もう、小分けし始めてます。小分けっていうのは何かっていうと、これ。よいしょ。はい。これですね、このまま使うのではなくて、もちろんこのまま使えるんですけども、このですね、普通のシャツクールですね。こちらに、分けて入れて、使おうかと思っております。というか、もう実際そういう使い方してます。理由としては、これ、100ミリで、498円。去年のようにですね、詰め替え用398円とか、今、店頭にまだ出てないので、あるのかもわかんないんですけど、出てないので、まあ、シャツクール、あるいは、シャツ用クールスプレーですね。これ、違う商品ですけど、こちらをね、使ってたんですが、これをですね、アマゾンで発見しました。880円ですけども、これ割り算するとですね、280ですから、これは100ミリ、その 2.8 倍。そうすると300円ちょっとになるんですよね。そうすると、詰め替え用の、398円というのがもし発売されたとしてもですね、こっちの方が安いって話になるんですね。だからこれを1本買って、詰め替え使うというのが一番今のところですね、シャツ用クールスプレー、こちら安いんですけど、こちらよりもですね、結果的に経済的だっていうことが、分かったので、10本買ってしまいましたですね。で、一番いいのはこれの詰め替え用があれば、まあ本当にもっと安くて多分完璧かなと思うんですけどね。はい。これ1リットルとかあってもですね、買っちゃいますよ、僕はって感じなんですけどね。はい。まあ、経済的な計算してですね、経済的な理由で、買ったということですね。はい。ですから、これを使ってはいないんですが、ここにですね、このシールを剥がし、ストッパーを、このシールを剥がし、ストッパーを後ろから押し、取り外してご視聴ください。このシールを剥がし、ストッパーを後ろから押し、このシールを剥がし、ストッパーを後ろから押す。ストッパーを後ろから押すってどういうこと？で、これで使えるってことですね。うん。あ、お、すごい。あ、勢いがすごいな。このまま使っちゃったら結構すぐ使っちゃうような気がしますね、これ。多分。まあいいんですけどね。はい。なるほど、なるほど。はい。ということでですね、この夏、やはり、これが僕は一番おすすめですね。はい。もう去年、一昨年からね、言ってますけどね。はい。素晴らしい。はい。ということで、今日ご紹介したのはですね、シャツ用クールスプレー大容量でございました。ありがとうございます。